ちに赤ちゃん寝ちゃったのね。キュアホイップ、キュアホイップ、何、どうしたのお母さん。あ、隣のミキちゃんが来てたのね。今日はベビーシッターの日だったの。あ、そうだったの。お母さん、ちょっとお醤油買い忘れちゃったのよ。ちょっとそこのコンビニまで行ってきたいんだけど。キュアホイップ、赤ちゃん見ててくれるかしら。いいわよ、寝てるし。見てればいいのね。わかったわ。醤油を買ってすぐ戻ってくるわね。わかったわよ、ゆっくり行ってきて。私大丈夫だから。それじゃあキュアホイップよろしくね。赤ちゃんって結構いつも寝てるからお世話するの楽なのよね。あら、起きたの。タイミングが悪いんだから。これから一人でスイーツでも食べようかなって思ったのに起きちゃったんだ。ダメよダメよ、赤ちゃんはケーキとか食べちゃいけないのよ。虫歯になっちゃうし、赤ちゃんは歯がないからケーキはダメなのよ。ごめんなさいね。はーい。あら、キュアマカロンとキュアジェラート、どうしたの？私たちこれから公園に行くんだけど、キュアホイップも一緒に行こうよ。公園でサッカーしない？サッカーやりたいな。私も赤ちゃんのお世話中なのよ。でもサッカー行きたいな。一緒に連れて行けばいいんじゃない。赤ちゃんだって公園で遊んだりするじゃないの。行こうよ行こうよ。そうね、赤ちゃんを連れて行けばいいのよね。わかったわ。久しぶりの公園だから、久しぶりの公園だね。最近テストが忙しくて、最近テストも忙しいし、キラパティも忙しかったから公園で遊ぶことなんてできなかったわよね。ところでキュアジェラートどこ行ったの？キュアジェラート突然用事を思い出しちゃったんだって。帰っちゃった。いいじゃない、でも二人で遊びましょう。あ、二人じゃなかったわ、赤ちゃんもいたわね。広場があるからあっちに行こう。キュアホイップ、逆立ちってできる？うわー！あー！難しい！逆立ち難しいわ。私もチャレンジしてみるわね。でも私、頭の部分にウサギちゃんの耳がついてるから上手にできるかしら。よいしょ。世界が逆さまに見えるってとっても気持ちいい気分ね。ああ、助けて。ああ、痛いわよ。キュアホイップ気をつけて。二人でやりましょう。私運動とかあまり得意じゃないけど逆立ち頑張りたいわ。やってみよう。あ、できたわ。頭に血が昇るわね。でも気持ちいいわね。向かい合って。キュアホイップの顔、サッカ様もなかなか可愛いわよ。キュアマカロンだって、サッカ様になったって髪が乱れたってとっても可愛いわ。頭に血が昇ってきたわ。そろそろ終わりにしましょう。逆立ちって楽しいわね。あれ、大変よ。赤ちゃんがいないわ。赤ちゃんがいない。変な人に連れ去られたんじゃないかしら。あー、どうしよう。大丈夫よ、落ち着いて落ち着いて探しましょう。おいしい飴をあげるよ。こっちへおいで。
いたわ。あなた誰？何をしてるの？これは私の赤ちゃんよ。さっさとあっちへ行って。怪しいおじさんに連れてかれるとこだったわ。はあ、よかった、無事だったのね。ごめんね、私が逆立ちに夢中になってたばっかりに。